綺麗な女性には綺麗なバラがよく似合う。あなたたちに色とりどりのバラをプレゼントしましょう。せやけど綺麗なバラにはトゲがある。まるでみんなみたいやな。触れたくてもなかなか触れられない、そんなジレンマが愛を育てるのかな。俺なら自分が傷つこうともあなたたちと触れ合うことを選ぶ。それも一つの愛し方やね。僕のバラ赤くて綺麗じゃない。いや青いバラも捨てがたいはず。白いバラってのもロマンチックでいいやろ。なぜ俺が青いバラを持っているか教えてあげましょう。青いバラの花言葉は奇跡。俺はあなたたちと出会えたこの奇跡に感謝したい。この奇跡が奇跡という名の運命だったなら、あなたたちが俺に投票するのもまた一つの運命ということ。どうだろう、運命はまだ決まってないと思うけど。せやせや、自分一人だけええ格好は許さへんね。まあ悪かった。それじゃあこう言い直そう。俺たちへの投票よろしくお願いします。運命で結ばれたあなたたちのこと、俺は心から信頼しています。ええ、覚えておいて損はないと思います。